まこちゃん、今日お父さん遅いからてんやものにするけど、何か食べたいものある？あ、散らかしっぱなしだ。もう、言っても言っても片付けないんだから。やっぱりちゃんと怒んないとダメなのかな。お？何やってんだよ。びっくりした。勝手に入るなっつったろ。今度お前入ったらあれだかんな。お前あれだかんな。ごめんなさい。そうだよね、今日はちゃんと怒んないと。こら！だから勝手に入ってくんなっつったろ。え、ごめんなさい。つか何勝手に人の部屋片付けてんだよ。それはまこちゃんがいつも片付けてないから。完璧なんだよ、配置があれで。とにかく部屋入んなよな。まこちゃん、だからなんで勝手に入ってくんだよ。わかんねえし、俺んじゃねえし。だって、まこちゃんの部屋から見つかったんだよ。はあ？俺そんなの見たことねえし。つか、ここが俺の部屋だっていつ決めたかわかんねえし、俺の部屋だって限ったわけじゃねえし。とにかくこういうのはまだ早いと思うからダメだよ。はあ？何のことだか全然わかんねえし、もう何言ってるか意味わかんねえし。じゃあこれは捨てちゃうからね。それ部長音だし。人のもん捨てるとかマジ考えらんねえし。ごめんなさい。でもさっきちょっと見たけど、アメージングというか、なんというか、まだこういうの見ちゃダメなんじゃ。不良になると思うし。わかったよ、見ないよ。見ないからお前も勝手に部屋入ってくんな。ああ最悪だよ、もう。なんで高崎先生はあんなのが。まこちゃん怒ってる？ノックぐらいはしてくれよ。いや、でもちょっと怒ってるかなって思って。怒ってねえよ。ほら、やっぱり怒ってる。怒ってねえよ。怒ってねえから早く出てってくれよ。今度ノックしなかったらお前あれだぞ、超あれだかんな。もう俺一人暮らししたい。今日は失敗しちゃったな。部屋はあれで片付いてるって言うし、あの本はまこちゃんのじゃなかったし。でも最近学校のみんなも風紀が乱れてきてるし、いえ、学校ともども私がちゃんとしないとね。生徒指導なんだし。あ、すっかり忘れてた。まこちゃん、てんやもの取るけど。何遍言ったら分かってくれるんだよ。